ダニエルの預言。その日、アザルヤは火の中で口を開いて次のように祈った。主よ、あなたの皆のゆえに、我らを決して見捨てることなく、あなたの契約を取り消さないでください。あなたの愛されたアブラハムと、あなたのしもべイサクと、あなたの聖なるイスラエルとに免じて、あなたの憐れみを我らから取り去らないでください。あなたはこの戦争たちに子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やすと言われました。ところが、主よ、我らはどの民よりも少なくなり、我らの罪のゆえに、今日全地で癒しめられています。今や、高官も、預言者も、指導者もなく、焼き尽くす捧げ物も、生贄も、備え、ものも、こうもなく、憐れみを得るために捧げ物を見前に備えるところもありません。ただ砕かれた魂とへりくだる心を持って、我らを受け入れてください。焼き尽くす捧げ物の羊と牛のように、イクマンの超えた子羊のように、今日の我らの生贄が見舞いに受け入れられますように、あなたに従う我らの歩みを全うさせてください。あなたに信頼する者は恥ずかしめられないからです。今や我々は心からあなたに従い、あなたを恐れ、御顔を求めます。我らを恥ずかしめず、むしろ寛容と豊かな憐れみを持って、我らに望んでください。驚くべき御業を持って、我らを救い、主よ、皆の栄光を輝かせてください。神の御言葉。
救いを願い、私はあなたを待ち望む。心から私に立ち戻りなさい。私は慈しみと恵みにあふれる神。その時ペトロがイエスのところに来ていた。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか？7回までですか？イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで言え、天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の計算をしようとした。計算し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れて来られた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物を全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れにをもって彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に約デナリアの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまで泥に入れた。仲間たちはことの次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢屋国に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。主の御言葉。